ルートビヒ2世は、ウェーバイエルン公、ライン宮中博。父は、オットー2世、母は、ハインリヒ志公の孫娘アグネス。シモバイエルン公ハインリヒ13世の2位。後に神聖ローマ皇帝となる、ルートビヒ4世の父。父と同じく、ホーエンシュタウフェンチョウに従い、1246年に、義兄のコンラート4世を助けて、対立王、ハインリヒラスペと戦った。 1251年には、レーゲンスブルク司教とも戦っている。1253年、父の医療を相続。しかし、弟のハインリヒ13世と仲違いしてしまい、1255年に、労働分割、ライン級中白は、ルートビヒ2世の手元に残されたが、バイエルンは2分割、下バイエルンを、ハインリヒ13世に分け与える羽目になった。 この状況を見て1257年に、ボヘミア王をおたかる2世がバイエルンに遠征したが、ルートビヒ2世は、ハインリヒ13世と協力して、ボヘミア軍を撃退している。一方、神聖ローマ帝国はコンラート4世が1254年に死去して、大空位時代に入った。ルートビヒ2世はコンラート4世の維持、コンラティーノを保護するも、 コンラディーノがイタリアで廃止するとルドルフ一世に、組みして、オタカル二世に対抗。オタカル二世は、ルドルフ一世に打ち取られた。1289年に選定校が7人に決められ、バイエルン校は、ボヘミア王に選挙権を譲ることに決まったものの、ライン級中白のルートビヒ二世も選ばれた。ルドルフ一世の死後、アルブレヒト一世を支持したが、他の諸公はドルフを選んだため、 実現しなかった。1294年、ハイデルベルクで死去した。ライン級中博は、長男のルドルフ一世が単独で相続。バイエルンは、ルドルフ一世と次男のルートビヒ四世が共同で、統治した。ブラバント公アンリ二世の娘マリーと結婚したが、1256年に、ドナウベルトで貫通罪により斬首した。1260年に、 グーグフコーコンラと一世の娘アンナと再婚、二人の子を儲けた。マリアルートビヒ1273年に、ローマ王ルドルフ一世の娘マティルデと再婚。四人の子を産んだ。ルドルフ一世からウェーバイエルン公ライン九中博メヒティルト1288年に、ブラウンシュバイクリューネブルク公ーを夫二を世と結婚した。アグネス1290年に、 ヘッセンホ白ハインリヒ一世の子ハインリヒと結婚。あとに、ブランデンブルク編強白ハインリヒ一世と再婚。ハインリヒ二世の母。ルートビヒ四世新世ローマ皇帝、ウエバイエルン公、シモバイエルン公。ありがとうございます。